竹さんが帰ったらバスルームで細川文江がバスローマンしてたらどう対処しますか。落差がすげえな、おい。スパチャの落差がすげえな、おい。キシニの問題からお前、細川文江がうちでバスローマンしてんならさ。ガチャ。わお、すごいね。白濁した湯の中に、細川文江さんですよね。その浸かり方は、この浸かり方は、この浸かり方で、こうやって踊ってんだから、もう完全細川さんですよね。細川さんですよね。お仕事一緒にしたことありますもんね。どうもこんにちは。お疲れ様です。バスロマンですよね。それバスロマン入れてますよね。俺の湯船に。バスタブにバスロマン入れて、今やってんですか？バスロマンのそのコマーシャルのその踊りを、うちで？うちで？なんでうちだったんですか？なんとなく？なんとなくで俺のマンション来ないのよ。なんとなく入ってこれるような仕組みでもないのよ。オートロックでセキュリティもしっかりしたマンションで、なんとなくうちのバスルームにたどり着けたらたまったもんじゃないんだよ。うん、ちょっと見えそうだから、見えそうだからちょっと起き上がらないでもらえます？見えそうなんで、はい、見えそうな、見えてもいい、見えてもいい。あ、じゃあどうぞ。あ、見えたな、見えたな。高慢ですな。相変わらずですな。やっぱりグラビア界を席巻した、本当に。もう素晴らしいですよ。素晴らしいです。はい。衰えを見せませんね。本当ね。年齢による衰えは全くありませんね。いいんですか？見てもいいんです。これ見てますけど、私。はい。いいの。あ、そうですか。じゃあ、まあ、ごゆっくり、はい。バスローマンしてください。全然いいなら。最高でもシャワー浴びましょうか？いいの？あ、いいの？一緒に浸かるみたいな、混浴的なこともいいの？ああ。はい。こういうことですかね。はい。すいませんね。混浴になっちゃいましたね。ほんと。落差がすげえな、おい。スパチャの落差がすげえな、おい。